はい、皆さんどうもこんにちは。ゴールデンウィークというのにですね、引きこもりホラー映画三昧の鉄拳です。まあおそらくなんですけれども、僕ほど日本のホラー映画を見尽くした人間は水野晴郎先生以外知りません。まあね、ゾンビからサイコパス、まあそうですね、 B 級までレンタルビデオ店に並んでいるものすべて借り、まあ今はね、新作の入荷待ちの状態です。まあ思ったのですが、昔のゾンビというのはですね、なんかね、ノロノロと追いかけてきた印象なんですが、まあ、最近のやつもね、全速力で走ります、なぜか。まあ思えばですけれども、28日号というですね、パニックホラーから始まったものと言われてますが、マジで最近のゾンビ、これね、走るスピードが半端なく、速いの何度ってね、皆さんも追いかけられないようにご注意ください。相当走ります。なんか体の作りがどうなってんのか分かんないんですけどね。で、まあね、これね、死んだふりしてもバレますので、クマじゃないですからね。まあとはいえね、ホラー映画だけにも限らず、コロナ禍の中、自宅で映画三昧の方も多いのではないでしょうか。地方競馬の売り上げも引きこもり現象のおかげで相当伸びてると聞いてます。まあゴールデンウィークの中日、5月4日緑の日は、まあね、全5条のメインレースの予想をね、皆さんにお伝えしたいと思います。まあ緑の日だから6枠なのかというオカルトは置いといて、まあ本日はね、ご覧のように門別、船橋、金沢、名古屋、園田で重賞が行われます。発送時間の早い順に予想をお伝えさせていただきたいと思います。まずは船橋11レースの第35回東京ワンカップになります。これがね、実力伯仲でなかなか厄介なレースになりそうです。月曜日にも192万馬券が出てるように、今回祭の船橋競馬は普通でない空気が流れてるようです。まあ、ダントツの一番人気であっても過信は禁物だというふうに思います。ってことで、前売り段階の一番人気、1番のオークハンプトンですね、鞍上がリーディングの森大斗騎手ということもありますが、この馬はね、まだまだ完成は先だと言われていて、今はね、能力だけで走ってる印象です。前哨戦のブルーバードカップを勝利して今回の舞台に挑んできたので、まあコース適性もね、十分ですが、軸にするにはなんかね、危険な香りが漂ってます。ここは本命ですね、5番のジョーロノから入ります。今回祭の船橋は月曜日のレースを見る限りでは極端な前残りの馬場というふうに言われてますし、同型もいますが、今回のメンバーでこの馬なら確実に逃げると言われてます。まあ、成績にムラがあるのは展開によるものが多く、これはですね、逃げ馬であるがための差がなので気にすることはないと思ってます。逆に前走のクラウンカップも厳しい展開だった中、よくね、あそこまで粘ってくれたと、逆にね、同馬のポテンシャルを評価する内容だったと言えます。まあ、面白い穴馬ですが、3番のレスポンデールで前走取り消しでですね、かなり今回人気が落ちてますし、森騎手に振られましたが、今回矢野騎手の起用で変わり身にも期待したい一頭です。取り消し後もですね、すぐに乗り込まれている様子ですし、出走できる状態であるからこそ陣営も使ってきているという判断ですので、これはね、いいかなというふうに思ってます。買い目ですが、ここはね、かなり荒れ模様ということと、一番人気のオークハンプトの飛びに期待した3連単のマルチ流しで勝負します。買い目です。3連単一頭軸マルチ流し、5番から1番、3番、4番、6番、8番、12番の90点ですね。大波乱までも期待できる解明になりますが、点数が多いと思われる方は3連複流しの15点でも面白そうです。次に、その他11レースの兵庫チャンピオンシップですね。ここね、距離が1870メートルという他にはない中途半端な距離でのレースになりますので、コース実績のある馬が有利と言えてます。交流重賞ということで、中央からの出走の4頭に人気が集まりそうですが、中でもね、5番のゴッドセレクションが強力そうですね。園田の深い砂に対応できるかは未知数ですが、デビュー戦7着以降が人気薄で好走に次ぐ好走、前走の伏流ステークスでも中央オープン馬相手に強い競馬をして勝利しているように、まともならね、このメンバーで勝ち逃げするのは確実だというふうに見てます。まあ、金層を先行して業績を上げてるだけに、今回ね、先行できるかにかかってるとも言えます。まあね、でもね、来るでしょうね、この馬は。ただ今回は中央4頭で決まるとは僕は思ってません。地方馬で逆転があるとするなら、6番の栄心響きしかないでしょう。後方一騎の馬なので、
いかに我慢させるかというところに焦点が集まりますが、平均ペースならですね、そのままの盆走もあると思いますが、まあ同じ園田の馬からの援護射撃も期待できそうなことから、通常よりもね、かなり前半のラップが速くなると予想しています。鞍上の川原騎手はもちろんこのコースを知り尽くした名手なので、仕掛けどころを間違うはずはないですし、前走のようにですね、末足が生きる展開になれば十分チャンスがあると思ってます。おそらくですが全くの人気薄になりますね。まあ狙うならね、この馬だと見ました。買い目ですが、3連単マルチ流しの6番の AC 響きから1番5番8番9番10番の60点で、まあね、これ夢を見つつ、3連複のフォーメーションで5番が1投目、2投目に1番と6番で、3投目に1番6番8番9番10番この4点ね、こちらが本戦なのかなというふうに思ってます。まだあと3クラ、今日はかなり先が長いです。続きまして、名古屋メインの11レース、春定賞になりますね。春定賞って読むんだろう。で、この3番のですね、ブンブン丸がダントツに抜けてます。本来はマイラーだと思いますが、2走前のね、スプリングカップで1800メートル戦でも強い内容で勝利しているように、まあ、この距離ならね、ギリギリ大丈夫だと思ってますし、最低でも馬券圏内は外さないと思われます。まあ、一つだけ不安があるとするならば、あくまでも今回のレースはダービーの前哨戦ということもあり、勝ち負けにこだわらないレースをした時の取りこぼしですね。まあ力はね、確実に上だと思いますが、僕はこの馬を2着固定のフォーメーションで買うのも結構面白いかなというふうに思ってます。ということで、早速買い目なんですけれども、逆転があるとすればこの2頭というところを1頭目に据えた3連単のフォーメーションで買いたいと思います。まず1頭目なんですけれども、1番11番で、2投目に3番で、3投目に1番5番9番10番11番12番ですね。で、あとは、中央からですね、名古屋に移籍してからは一度も負けてないですね、飛び剣シャイリから生まれ流しですね、1番から3番11番12番のこの3点が本戦なのかな。うん、こういうふうに思ってます。結構ね、このトミケンシャイリっていうのも僕注目してる馬でもありますので、このお買い目で、来たら結構面白いかなというふうに思います。続きましてなんですが、金沢の11レースですね、琴地賞です。ここね、アマゾネスの2頭に人気が集中しそうです。距離は 1500m で圧倒的に逃げ先行に有利なコースになります。メインということで張り切ってオーバーペースで行かない限りは前に行く馬がほとんど有利だというふうに思ってます。直線は 350m ほどあるので、今回のメンバーだと4番のネオアマゾネスと5番の白山アマゾネスのどちらかが引っ張る形になりそうですね。まあ力関係から言うと、栗原騎手より吉原騎手の方が上なので、おそらくね、白山アマゾネスの方が点を取るのかなというふうに思います。まあ冬の時期なのに調教ができない金沢競馬に出走する馬にとって、冬はね、冬休みのようなものなので、馬柱だけ見ても調子の良し悪しは分かりません。逆に休み明けで体がなまってて動かなかった馬の2戦目や3戦目、まあね、穴馬になることもしばしばです。とはいえ、前日の2頭を脅かす差し馬はいないので、まあ一体一体になることを軸に組み立ててみようと思います。面白いのは外枠の3頭ですね、9番10番11番。ここは前日通り休み明けなら、まあこれ今回慣らし運転が終わってここを迎えていることと、明らかに上り調子は垣間見えます。穴を開けるなら当日人気は分かりませんが、この3頭かなというふうに見てます。買い目です。本戦は3連複ですね、3連複の2頭流しです。5番11番から4番9番、この2点ですね。あとは馬連の5番から4番9番11番の3点です。まあ配当はね、見込めないと思います。それからまあ穴ですね、5番の白山アマゾネスからの3連単マルチ流しの夢馬券で、5番から4番7番8番9番10番11番この90点を100円だけ抑えます。最後になりますが、門別ナイターの最終レースですね、コスモバルク記念です。しかもね、かなり強力な相手に4馬身差の8着と前線し、地元に戻れば対象格の4番クイーンズサターンで仕方ないと思います。
まあ、とてもじゃないですが今回のメンバーで太刀打ちできる馬がいるとはよもや考えられません。まあ、よほどのことがない限り負けないと思いますが、問題はねやはり相手になりますね。まあ、先行馬は全てウィンズサターンから切り捨てられることと思いますので、まあ、ここはね後ろから確実に良い足を使えそうな2頭の穴馬をですね2番手に据えた3連複のフォーメーションで決めたいと思います。買い目です。3連複のフォーメーション1投目4番、2投目に内枠の2頭ですね、1番2番です。で、3投目に1番2番5番6番7番8番この9点になります。まあオッズ次第でちょっとね取り紙も多少心配されそうなオッズですが、まあ、7番のねリンのレジェンドと8番のクラキングスが人気を吸ってくれそうなので相手次第でもね結構な回収率も見込めます。ということで現在ね楽天競馬では春の争奪戦というイベントが行われていて、まあ、今回ね、この5レースがポイントアップ対象レースに指定されていることもあり、まあ、必要以上に僕ね力が入ってます。まあ、月曜日の段階の順位には僕153位でした。まあ、予想家としてはねまあなんとも恥ずかしい順位ではありますが、このイベントにはね、結構コツがあって要領よくやることが重要なんです。まあ、ちなみにね最高順位は2位というのがありますよね。まあ、去年の夏かな。で、まあねどれくらい順位を上げられるか分かりませんが週末まで精一杯頑張りますので、まあ、お暇な方は僕の順位にもご注目ください。それでは水曜日の柏木面もありますが気力が持てば動画を上げますので今回ね高評価とチャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。